今の AI がどのようなもので将来どのように変化していくか皆さんに理解していただけるような授業にしたいと思います。タイトルは今と未来の AI 学。今と未来の AI 学ということで、木村情報技術株式会社代表取締役の、木村隆夫先生に、来ていただいてお話を伺いたいと思います。それでは木村さん、よろしくお願いします。で、その木村さんはその木村情報のを立ち上げられた社長さん、まあ、一応、はい、でその木村さんの会社では、具体的にどういう事業を、ですね、まあ、ICT 全般的にで今日の話の AI の話とかそことですね、企業当初はあの医療を掛け合わせたような仕事をしてたんですけども、うん、今はですね、まあまあ、医療の分野もそうなんですけども、それ以外なあの、まあ、法人全、まあ、いや企業全般的にですね、まあ、人工知能、あとはウェブセミナーなど、まあ、そういうサービスをずっと展開しているような会社になりますね。わかりました。はい、で、先ほどちらっとお話になりましたけども、AI 事業をやってらっしゃるということで、今日の講座につながっていくんだと思います。はい、では、そろそろ木村さんの方にボールをお渡ししたいと思います。行動貫通13時間目、今と未来の AI 学。改めまして、木村先生、よろしくお願いします。はい、では私からはですね、今と未来の AI 学ということでお話を進めさせていただきたいと思います。まず最初ね、ちょっとこのキーワードだけ押さえておきたいものがありますので、これはですね、皆さんあのメモでもしてですね、後々詳しく調べておいてください。まず最初に AI、 これ人工知能のことなんですけど、英語ではアーティフィシャルインテリジェンスで、この2つの頭文字を取って AI です。はい、次にはですね、機械学習、まあ、ちょっと難しいんですけども、まあ、これはあの人工知能に学習をさせる一つの方法なんですけども、まあ、コンピューターに大量なデータと何かしらの判断基準、まあ、よく特徴量と言いますけども、などを与えて、まあ、そこからパターンやルールを発見させ、まあ、そういうものをですね、いろんなところで、まあ、利用していく、まあ、判別したり予測をする、まあ、こんな技術のことを機械学習と言います。でディープラーニング、これが一番重要な、まあ、キーワードになると思うんですけども、ディープって深いということですね。で深層学習って日本語では言います。まあ、これはですね、実はこの機械学習の中の一つです。で人間がですね、手を加えなくてもコンピューターが自動的に大量のデータから、まあ、そのデータの特徴、パターン、ルールを発見して、自分で学んでいく、まあ、このようなことが、まあ、ディープラーニングということなんですね。絵にしますとこんな形になるんですけども、まあ、AI の教え方っていうのはルールベースから教えるもの。で、次には機械学習というものがあって、その中にディープラーニングがある。まあ、これだけちょっと最初押さえておいてください。あともう一つ非常に難しいんですけども、シンギュラリティ、技術的特異点ということで、まあ、これはですね、人工知能自身が、まあ、自分でフィードバック、もしくは改良して、まあ、高度化した技術や、まあ、知能になっていく。まあ、いわゆる、人工知能がですね、まあ、人類の知能を超えていく転換点、まあ、それによってまた人間の生活が大きく変化が起こってくる、まあ、そんなようなことをシンギュラリティと言います。まあ、この4つはですね、後々触れていきますので、まあ、とりあえず頭に1つ置いておいてください。皆さんのイメージの中では、まあ、もしかするとこれは何かすごい AI があって、この AI に何かを指令するとその AI が何でもしてくれるんではないかなっていうようなものが案外皆さんのイメージとしてあるんじゃないでしょうか。実際ですね、これ AI っていうのを分解してみますと、全部いろんなツール、パーツによってやっぱり出来上がっていたり、これ一つ一つ作り上げなくちゃいけないということを分かりました。それにプラス重要なのが、学習データを持って AI に教え込むということが必要になりまして、その元となるのがビッグデータと言われるようなものになります。しかし、だからといって AI が何でもできるわけではございません。人工知能ってですね、結局はコンピューターなんですよ。で、コンピューターの性能、まあ、スペックが良ければ、大量のデータの処理がまあ簡単に行えます。で、機械ですので疲れを知らないので、24時間365日働きます。あと、過去のデータが非常に大量にあれば、それから分析して未来の予測をすることができます。まあ、これが得意なことなんですね。一方、不得手なことに関しては、無から有を
生み出す、何もないところから何かを出すということは今の AI にはできません。まあ、同じようにひらめきや直感などを持つということもできませんし、まあ、難しい内容に関して意思決定とか判断をすることもなかなかできない、まあ、こういうようなことがあります。私がですね、思うには、まあ、今の人工知能っていうのは、なんか映画の世界とかですね、小説、もしくは漫画、まあ、そういうようなところからちょっと来てるのかなっていう感じがするんですね。まあ、皆さんのイメージも。そういうことですね。はい、まあ、そこでしかみんな見たことないと思いますんで。で、まあ、例えばですね、まあ、ターミネーター、これあのもう30年以上前からたくさんのシリーズが出てるようなね、ダダンダンダダンっていうのが見えるんですね。であと AI ってね、これあの子供の AI でそれずっとね、はい、見ていく。でこの 2,30 年前はですね、これはただの映画の世界かなって私も思ってたんですけども、うん、このつい最近あのエクスマキナっていう、うん、まあ、ちょっと女性が出てくるですね、非常にあのシリアスな、まあ、映画も流行りましたし、まあ、チャッピーっていうねロボットね、住んでました。でこうなってくると案外現実味を帯びてみて、うん、何年後にこういうものが出てくるかっていうこともあります。でですね、実際このように映画に登場するような AI は現実的になるんでしょうか、もしくは今あるんでしょうか、皆さんどう思いますか。先ほど出ましたシンギュラリティという言葉なんですけれども、人工知能が、まあ、今の映画の世界のようになるにはこのシンギュラリティというのを迎えなくてはいけないというふうに言われています。まあ、時々この AI という文脈でよく聞く言葉ですよね。そうですね。じゃあ現実の世界の AI ってどういうものかということなんですけども、まあ、例えば身の回りで AI という名が付けられたものっていうのは、まあ、このようなものがあります。まあ、非常にですね、この電気製品などとかですね、からまあ自動車運転まであるんですけども、まあ、この中にはですね、本当の意味の AI と言われるようなものもありますし、まあ、逆にその営業の上の売り込みで一応 AI というものをつけて売っていこうというものもやっぱあるので、まあ、これ気をつけなくちゃいけないですね。じゃあこんな全て AI というようなことがわーっとあっててですね、さっきのようにその音声だけがとか文字だけが分かる AI とか、うん、どこに使われるのかもいわゆる AI 自体の概念がつかめないと、そうそういうようなことがあのやっぱり今日の、まあ、皆さんほとんどの人がそうだと思うので、まあ、そこら辺ちょっと最後まで言ってちょっとつかんでいただければというふうにはちょっと思ってるんですね。まあ、皆さんちょっと知らなかったかもしれませんけども、人工知能っていうのはもう60年以上前に行われましたダートマス会議。ここで初めて人工知能という言葉ができたんですね。うん、ただこの当時は単純な学習プログラムだけだったので、ビジネス上でやはりそこまで役立つようなものができなくて、この第一次ブームっていうのはすぐなくなってしまうんです。で次に第二次ブームっていうのが1980年代に出てきます。これはですね、まあ、対応パターンが多いもので、まあ、探索だとか推論の類、まあ、将棋のプログラムだとか、まあ、掃除機だとか、いうところがここで出てきています。うん、ただ、この時代はですね、やっぱりコンピューターの性能がまだ全然悪かったり、うん、あと、その人工知能を教育させるような学習システムが成り立ってなかったので、残念ながらこれもですね、ブームが去ってしまったということなんですね。ただ、ここで、佐賀県出身のですね、藤和弘さんというのかなが、まあ、経済産業、その時の経済産業省が1982年に立ち上げた国家プロジェクトで、その当時で570億円を費やしたプロジェクトに、まあ、第一人者として、まあ、第一世代のコンピューターを作ろうということで参加されているということになります。で、それが、まあ、冬の時代を迎えてですね、まあ、1997年ぐらい、まあ、チェスでですね、まあ、世界チャンピオンを、まあ、人工知能を破ったと、まあ、ここら辺からですね、大きく変わってきます。でこれは何が第三、まあ、これをですね、第三次ブームというんですけど、今まさしく第三次ブームなんですけど、何が変わってきたかということなんですけども、先ほどもちょっと触れました機械学習とかディープラーニングというものがこの第三次ブームにできてきたんですね。まあ、いわゆるコンピューターを学習させるような新しい仕組みが出来上がって、今までは莫大な時間をそれに費やしてたものが非常に簡単にできるようになってきたとともにですね、もう人あのコンピューターの性能が爆発的に非常に良くなってきた、まあ、そういうような教育させるにはすごい、高度のコンピューターが必要なんですけど、それがうまくマッチしてきて、まさしく今これで注目されているということ。
じゃあ人工知能っていうものはどういうものなんだろうかというですね、ちょっとイメージをしていただきたいと思いまして、まあ、ここでですね、また違う形で、皆さんとお話したいと思います。ではまずこちらの、写真ですね、画像。これを何を指しているでしょうか。皆さんちょっと考えていただけますか。はい。まあ、当たり前ですけど、ほとんどの方はこれは猫ですって答えると思います。ではですね、なぜ私がこれを、まあ、猫を指していると認識したかと思われるかということなんですね。まあ、ここが非常に重要なことなんです。今ここには、まあ、猫の目も、写真もありますけれども、石畳だとか葉っぱだとか、まあ、ゴミみたいなやつもこのように置いてあるわけです。でもここからですね、私たちは無意識の中でこれは猫ですっていうふうに言ってるわけですね。じゃあ逆にこれは何ですか、まあ、これも猫ですって答えます。ただ人間にとっては猫なのかもしれませんけども、コンピューターにおいてはこれはですね、その画素というかですね、小さい画像の集まりでしかないんですね。例えばこんな感じです。こういうようなポチ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 っていうところの、これの集まりでしかなくて、あるところは水色だとか、あるところは白だとか黒だとか、それしか人工知能には映ってないんです。でもここからですね、猫ということを認識させるということをどうなってくるのかということなんですけども。で、従来のですね、プログラムっていうのはですね、画像が何なのかを判定する、まあ、条件が、まあ、プログラムされている範囲を超えてしまうと判定することが一応できない。この AI っていうのは人間のように、曖昧さを獲得しているためですね、まあ、少し違っていても似ているものだったら答えを出すことができる、まあ、こんなようなものが、まあちょっと違いがあって、今の画像を認識するということにつながってくるわけですね。じゃあこちらは何ですかっていうと、これも犬、ポメラニアンとかね、答えるということになりますけども、ではその猫とこの犬の違いもどういうふうに皆さん判断したんでしょうかということになります。どこで猫との違いを認識したかということになるんですけども、まあ、ここからですね、最初に、習ったですね、機械学習とかディープラーニングという言葉が少し出てきますね。で、先ほど言って猫と犬 この違いというのを、認識させたり学習させるには従来 この機械学習、これはですね、それぞれの画像、猫の画像、猫の特徴、犬の特徴というものを何が特徴なのかってことは人間がまず見出して、あ、目の形がこうだな、尻尾がこうなっているな、体の大きさはこのぐらいだよ、じゃあこれを注目して学習しなさいよということを、猫犬それぞれについて、見出してですね、まあ、そういうものを専門家がですね、特徴量というものを見出したものをそれを設計して、コンピューターに教え込むという、ちょっと聞くだけでもめんどくさそうな、まあ、そしたらこのたった猫と犬だけでもそうなんですけど、100種類のね、動物だとか言ったらこれは大変なことになって、動物だけじゃないですよね、うん、ただこのディープラーニングっていうものに関してはこの特徴量も何もなく、とりあえず画像をですねどんとたくさん集めて、まあコンピューターに教えていく、まあ、その時に猫は猫ですよっていうラベルもちょっとつけてあげたりするんですけど、うん、まあ、そうすると自然にこの人工知能がですね、それぞれの与えられたですね、画像の概念みたいなものを見出してきて、猫の概念、犬の概念、もしかするともっと細かくすれば三毛猫の概念とかペルシャ猫の概念、まあ、そういうものを見出していくということが、まあ、人工知能が勝手にやっていくことができる。それによってですね、この学習にかかる時間がもうなくなってきた、まあ、これによって一挙にですね、人工知能を活用できるようなこと、これ画像だけではなくて言語もそうですし音楽とかもそうです、はい、まあ、それがですね、今この50年60年だったらブレイクスルーとなって今第3次ブームを引き起こしているという形になるんですね。ちょっと意味分かりました。さて、そのようにディープラーニングが進みますとこういうことができるんですね。で、これが認識できるんです。さて、これは何でしょうということで、両方とも唐揚げ、もう面白いの出してきましたね。まあ、右側が唐揚げで左側がトイプードルなんですよねでもこれ何も教えてない人工知能に見せても何も答えないんですけども、うん、唐揚げは唐揚げ、トイプードルはトイプードルっていうやつを、またこれをですね、たくさんの画像って意味はないんですけど教えるとちゃんとトイプードルと唐揚げを仕分けできるようになるという、
まあ、そんなようなちょっと一つ、これ僕どっちも美味しそうに見えますけどね、はい、それはあの夕方一緒に食事しましょう、ね、ただ、まあ、ディープラーニングということで誤解がありまして、じゃあ画像をたくさん与えれば何でも見出して見極めてしまうのかっていうとそうじゃないですね、うん、データから回答を自動で発見するものではなくて、対象、まあ、学習対象となる、まあ、画像でその分類、まあ、いわゆる、この分類と猫で書いてあるところですね、まあ、これラベルとも言うんですけども、うん、こういうので猫とこの画像とこの猫ですっていうこういうのをセットだと与えて入れていく、うん、まあ、下の画像もそうです。でこれをですね、場合によっては数百枚数千枚教えていくと、これ初めてそこでですね、この画像の集まりに関しては、まあ、このような特徴があるなということを見出してきて、まあ、これ概念の獲得というようなことが自動化進んでですね、まあ、一つ一つの画像に関する与えられたものの、もまあ覚えていくとか認識していくことができるわけです。ですので猫は猫の画像を与えていく、犬は犬の画像をこのように与えて教育していきますと、まあ、例えばこの左上の初めて見る画像があると、これは何ですかって AI に出すとですね、これは猫ですって答えができ る、 なるほど。やっとここまでの教育をしてですね、うん、猫を判断できるということで、うん、いや実際ですねこんな大変なんですよここまで来るのがここまで大変、ここまで来るのちょっと質問なんですけども、一つはこれ必ずこのこれ猫ですよっていう状態で学習をさせる、はい、それしかないのですね、難しい言い方なんですけども、Google の猫の実験というのがありまして、 Google、まあ、YouTube の方からですね1000万枚の猫に関する、まあ、それ以外の写真を撮ってきて、それを何もラベルかつけないでドーンと入れていくと、まあ、人間の脳を模したニューラルネットワークというところがあるところで、ここら辺に猫に反応する脳神経みたいですか、ピョンと出てきて、それを開けてみてこれ猫に反応するので、うん、それが猫ですよと教えてあげたい、そういうようなやり方もあります、ね、つまり猫の概念というのが何も言わなくても、まあ、それができてくると、はい、であとは、まあ、人間もそうですよね、あのたくさん猫を見てあれがそれだって分かった状態でもそれが猫だよって親から教えられない限りは我々人間も猫っていう認識はできないわけです、はい、それと同じ状態にはできるんじゃないかという。そうですね。じゃあ次にですね、自然言語です。自然言語もですね、今この、写真のところがこれ文章にしますね、うん、これはあの分類のところは何かというと価格の質問というラベル、そうすると価格の質問のラベルに関して文章はこれいくらですかとか、この値段を教えてとか、これの金額はというようなものはこれ全部価格の質問というラベルをして、うん、こうやってたくさん教えておきますと、やっとこれでですね価格に関する質問というのはちょっと学ぶことができます、うん、なるほど。でこういうようにしていくと価格の質問というのがここで出てきます。なるほど。ですので画像を教えることもそうですし、いわゆる値段とか、日本語っていうのはこうですよというようなことの質問っていうのも教えることができるんですね、うん、じゃあちょっともうちょっとです分かりやすくやってみますと、今のこの答え分類っていうところが、まあ、例えば売上トップ5の商品というような何か答えがあるとしますね、うん、じゃあこれの質問は今よく売れてる商品は何ですかっていう質問が来たら、この答えに結びつけなさいということで人工知能を教えます、うん、で売れ筋の商品を教えてっていうのも、もうこれもきっとこれと同じような答えに結びつければいいですよって人工知能に教えておくと、うん、最近売れてる商品は何っていうこの教えてない未知の質問ですね、うん、これに関してもこの日本自然言語っていうことを理解できているので、この質問とこの質問は非常に似通ってる、うん、これは確信度 91% なので、じゃあこの答えを見出せばいいじゃないかというようなことで答えることができるんですね。今までのさっきの従来のものですと、これとぴったし同じような言葉だと答えを出すんですけど、こういうような曖昧さをちゃんと吸収できる、売れ筋ものを教えてっていうのはこれの上に確信度 89% なんで、これ結びつければいいということで、ただですねこの確信度っていうのは人工知能が勝手に作ったあのパーセントなんで、うん、なぜかって分かんないですね。あ、はい、人工知能が何考えてるかは分からない、ブラックボックスなんですね、うん、ただ今はまあブラックボックスじゃないも出てきます。で逆にですねこのよく出るのって何っていうとこれ教えてたものとですね
日本語的にこれかけ離れてるもんですから、これ答えられないんですよ。確信で 5%。 でも人工知能って素晴らしいのは、これをですね、その日のうちに教えるんです。これをここに結びつけなさいよっていうと、翌日から答えることができる。なるほど。私たちは日々このように毎日、答えられなかったものを人間の手で修正して答えるようにすると、それを繰り返してですね、今もやってるわけですね。もう一つですね、人工知能 AI っていうのはですね、ちょっとこういう区分にされますよということをお話ししたいと思います。で、まず強い AI と弱い AI ということなんですけど、まあ、強い AI っていうのはどっちかというとドラえもんみたいなものです。まあ、自分で意識を持って総合的な判断ができるというようなものです。で、AI、弱い AI っていうのは一定の領域ののみの業務ができる。まあ、いわゆる、将棋ができたり、囲碁ができたり、まあ、そんなようなところですね。で、今はですね、まあ、企業だとか現場で、利用されているのはもう全てこの弱い AI ということになってきますね。で、もう一つはですね、汎用型 AI というものと特化型 AI というものがあるんですけれども、まあ、概念的には強い AI と汎用型 AI というのは同じようなものになりまして、まあ、まだこれは実在してない AI、さっきの映画のようなものですね、ドラえもんのようなものですね。ドラえもんって何を言ったって全部答えてくれるじゃないですか。あれは意識があるかどうかっていう感じですかね。はい。だからそうなってくるとね、悲しいとか、まあ、ドラえもんもよく拗ねたりしますけど、怒ったりだとか悲しかったりとか、うん、そうすると人間に反抗したりとかするかもしれないっていうことも起こるかもしれないですね。そうですね。うん、はい。で、かつ特化型 AI っていうのは、なんか決まった作業しかできないということになりますので、さっきの弱い AI となります。まあ、こういうように、シンギュラリティを迎えると上の汎用型 AI と強い AI ができるので、うん、AI の世界も上なんですね、うん、で皆さんは上みたいなものがあるんじゃないかな、できるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、さっき言ったように今の単純な考え、今のあるものを組み合わせするようなだけでは強い AI はちょっとできないだろうなというふうに言われてます、うん、ただですね、まあ、ある方はさっきの2045年じゃなくてですね、2029年には汎用型 AI ができるんではないかなっていう人もいますし、まあ、片や2200年でやっと 50% 確率で現れるんじゃないかというようなこともあってるんですね。なるほど。はい。で、そしてそうなってきてですね、じゃあその何年後にどうなるかってことなんですけども、まあ、あるレポートによりますと、まあ、10年後か20年後ぐらいにはですね、まあ、日本の労働人口の 49% が AI とかもで仕事がなくなってしまうんじゃないかって言われてるんですね、まあ、これもですから強い AI がいつくできると同じようなことなんですけども、ただ現状ですね、まあ、一部取れるようなこともあるかもしれませんけど、やっぱり人間は人間としてどうしても必要になってくる、はい、逆に人工知能って一つのコンピューターなので、うん、効率のいいコンピューターということを考えていけば、まあ、それを活用することによってもっとより効率のいい仕事が成り立っていくというようなことに、うん、まあ前向きにちょっと使っていく、考えていくということが必要なんではないかなというふうには思いますね。 AI にはどんな種類があるよってさっきも言いましたけども、一つ、あの自然言語が認識できるようなチャットボット、あと音声認識ソフトとか、まあ、画像の認識、文字認識、翻訳だとかいろいろあるので、まあ、それちょっと見てみようかなと思います。まず最初これですね、私たちが一番最初に日本の中でもワトソンという人工知能を使ってやり取りを実現した、まあ、ちょっと薬のことについてのやり取りを実現したような内容になりますので、ちょっとこれ聞いてください。もしもし、エーザイの財形は何ですか？エーザイには口腔内崩壊状とフィルムコーティング状があります。味覚に関する副作用はありますか？味覚異常があります。ホルモンバランスに影響はありますか？月経不順、女性化乳房、乳汁漏出症があります。はい、これですね、これ音声のやり取りで、まあ、一問一答のものなんですけどね、まあ、このような形でやり取りができたんです。ただこれ5年前の時には私たちもですね、この音声認識ソフトっていうのがまだ全然ダメで、これはちょっと音声のやり取りは使わない方がいいかなっていうところで、これちょっとお蔵入りしました。ただ今はこれに近いことができるようになっていますね。じゃあ現実今度会社に入ったりだとかいろんなところに行って、この一問一答のですね、できる人工知能をどうやって作るのかっていう、これ
非常に濃いノウハウなんで簡単なんですけど教えますね、うん、まずその会社だとかその学校だとかいろんなところにあるありとあらゆる Q&A、うん、質疑応答のこのログから Q&A を作るんです、うん、この作るっていうのはもう人手で作る人間の手です人間で、はい、人間です。でかつですねその内容が重なってないような Q&A を、例えばちょっとこれ薬を関係になっちゃうんですけど1問2問3問4問5問バーって作るんですよ、うん、で質問があって、答えがで次にですねさっきも言ってますけど Q&A のですね質問の方の言い回しを増やしてあげる、うん、1つの答えに対してだいたい5つから7つぐらいの言い回しを増やしてあげる。これもですね、人間の手でやらせてあるんですね、うん、例えば薬の相互作用はありますかってちょっと薬のことになって申し訳ないんですけども、あとの薬の飲み合わせについて教えて、うん、一緒に飲んでいいの、併用は可能ですか、併用禁忌かな注意かなって、これちょっとあの私薬剤師なもんですからちょっと薬の感じでこれになっちゃって申し訳ないんですけども、これ全部同じ質問なんですよ意味が。あ、なるほど、全部同じ質問なんですよ、うん、だからこれはこういうのが Q の言い回しを増やしてあげるという言い方なんですね、うん、でこれをだいたい1つの、答えに対して5つから7つ作ると、うん、これ5つから7つっていうのはノウハウ、それがいいっていうのはノウハウですね、うん、あのたくさん作りすぎてもちょっとですねあの混乱してしまうことがあるので、だいたいこのぐらい作らなくちゃいけないかなっていうところがあります、まあ、さっきの価格の聞き方とかね同じように言いますけども、あとは画像認識なんですけども、画像認識で非常に重要なのはさっきのディープラーニングっていう学習ができましたと。で、2015年にですね、人間がですね、画像を間違える確率がだいたい 5.1% なんですが、うん、とうとうですね、マイクロソフトが2015年にそれを上回ったということで、うん、画像認識はこんな早く人間を超えないだろうということが2015年に超えたと。超えたと。これがすごいことなんですね。このように一つの画像を、これ IBM 社の、ね、ものなんですけど、うん、人の顔があるとこの部分の長さだとかいうバランスだとかいうのを一瞬にして人工知能が拾っていくので、うん、人間よりも、まあ、このようにですね、人の認識することが個人の特定がそういうことですね。でちょっとこれ私の Facebook で面白いことがあるのでちょっと見てみますけども、まあ、投稿しようと思ったんですね、うん、で写真をこうやってアップしたんです。そしたらこの下なんとかさんっていう僕私と一緒に写った写真がですねちょっとだけあったんですけど、うん、これ何もあの教えてないのに Facebook はですねこれ下なんとかさんですってこれタグ付けしたんですよ、うん、勝手にね。あとこのもう一つ愛なんとかさんっていうのがですね、うん、彼の結婚式で挙げたところでこれも愛なんとかさんということでですね、うん、認識してるんですね。これを Facebook の中でね勝手にタグ付けされるということで、まあ、こういうことができてしまえば、まあ、ある方が、海外の方で、まあ、ちょっと日本で悪いことした人が海外の方で Facebook にしたら、うん、その人がここにいるってすぐ分かっちゃったっていう事例もありますね。そこまで悪いことをしてなくてもなんかちょっと仕事サボってるとかがバレるとか、そうですね、周りでよく聞く話ですね。そうですね。こういうようなことが起こってくる画像認識のうちの一つですね。でこれは僕の下手な事例でこれでも丁寧に書いたんですけれども、もっと字が下手な方いますよね。でこういうのも OCR のです、ね、文字認識のソフトに入れると、ちゃんとこういうふうに、うん、文字に起こしてくれるんですけど、まあ、こういうような OCR ソフトっていうのも、すごい、ディープラーニングの技術によって進んだりしてますね。あと翻訳。これも翻訳も今、Google 翻訳ってすごいですよね。すごいですよね。パッとやればパッとすぐ出てきて、うん、今は、すごい精度 で、まあ、ほぼ満点に近いですね。少なくとも日 A はもうほぼ使えちゃいますね。と、はいね、いうようなことも起こってます。というようなことで、ちょっとあの、もう一回ですね、人工知能というのは、うん、さっきの言って、何でもできるという大きい概念ではなくて、やっぱりこういうパーツパーツの人工知能が、それもすごいたくさんの時間をかけられて、やっとこういう音声、OCR、うん、画像認識っていうのがやっとちょっとずつできるというんですね、うん、実用的なレベル、はい、ただそこにはディープラーニングというような新しい学習で時間がそんなに費やさなくても学習させることができるというところから、うん、今この第三次分でかついろんなところに応用が進んでいるというところを皆さん理解していただければというところでちょっと最初第二部の最初に触れさせていただきましたけど、今の第4次産業革命の真っ只中なっていうふうに言われてるんですね。で、まあ、掘り下げていくと
第一次産業革命というのがこの蒸気機関とか農業改革革命というところで17世紀18世紀ぐらいで、これが大体150年ぐらい約続いたっていうふうに言われてまして、次には電話だとか電気というところで第二次産業革命というところが出てきて、これが1870年から1910年で100年ぐらいつないできた。で次にですね、これコンピューターとかインターネットが出てきて第三次産業革命というところで、今もそうですけども、これ始まってから30年ぐらいしか経ってないんですよね。そしてこれ17年というのが適当なんですよね。このぐらいからちょっと耳にされることになってきたんですけど、この数年前から、第4次産業革命というところで、これは AI とか IoT とかビッグデータ、この三つどもえなところがこの数年前から出てきてるんですね。でこれ150年、100年、30年、これ数年って、またね、わかんないけど、5G とかいろいろ出てきたらですね、第5次産業革命とかなんかいろいろ出てくるのかもしれませんけども、このスピード感っていうのが本当に相対的にバッと増えてきてるっていうところはございます。なるほど。で、でですね、もう一回その第4次産業革命ってどういうものなのかっていうことなんですけども、この IoT とビッグデータと AI というのが三つ止めでやってきてると。で、IoT っていうのはインターネットオブシングスっていうところで、さっきからも言ってますけど、例えばセンサーみたいなもの、工場のセンサーだとか、カメラだとか、あとこのウェアラブルで、私もこうやって持ってますけども、これをつけておくと心拍数が分かったり、歩数が分かって、それによって自分の健康状態が分かったり、睡眠が全部分かったりだとか、そういうようなものが、データが取れるものが、こういうようなウェアラブルがありますよね。で、そういうようなものがすごく発展していって、そこからは、この、例えばこういうようなウォッチから、莫大なデータが個人のデータも取れますし、それを使っている世界中の人たちのデータがここに一つわっと収集していくと、そういうのがビッグデータとして扱っていけるんですね。で、これは人間の体の情報とかもありますし、例えば工場の機械の情報、温度だとか振動だとか、画像だとかいうことも全部こういうので全部取れてきますので、あるところの故障したっていうことになると、故障した機械の全ての過去のデータをバーッと分析すると、1ヶ月ぐらい前にこういう振動が起こっているので、というような分析もできたりします。だからこういうようなことは IoT とかセンサーみたいなもののデータをたくさん取っていく、インターネットでクラウドで徐々に貯めていく、ビッグデータになる人間も機械も何も、ビッグデータを分析していくと系統が見出せる。はい、で傾向が見出したものを今度は AI に教えて、こういうような症状が、例えば人間だったら、血がこうなった時に、不整脈がここに起こってきて、次に体温がこうなってきた時には、2週間後には脳卒中になっちゃうかもしれないっていうようなことを見たら、そういう傾向がずっとある。そうすると人工知能に教えておくと、私が木村さん2週間後にあなたは脳卒中になりますよ、気をつけてくださいっていうことを言ったりできるんですね。それにはビッグデータがです、そういうようなものが、このIoT ビッグデータ AI ということがぐるぐるぐる回って使っていこうというのが、産業に関しても健康に関しても全てに関してこの第4次産業革命で強って感じのイメージですかね。なるほど。この今見えてるスライドってここまでの話の凝縮、技術的な意味での凝縮なのかなって今思って見てたんですけど、要は AI が、頭良くなっていくため、つまり学習するためには大量のデータが必要で、それがビッグデータと呼ばれるもので、ビッグデータはいろんなところから集めてこなきゃいけない、その先のもう一番先に端っこにあるものとして IoT というのがあって、今はこの三つどもえがどんどん育ってる状態だよっていうことですよね。そうですね。あともう一つビッグデータの重要なところはインターネットの普及なんですよ。インターネットで皆さんが発する言葉とか会話っていうのが何でもですね、それがさっき言った Google のように、アリババのようにわーっと取られてしまって、だいたい25歳のどういうような方はきっと明日これをたくさん買うだろうとか、だからこれを読んで物流関係でこういうような商品を生産して用意しておいた方がいいよとかね、私小さい時にこの下の黒い電話のジーコジーコ鳴らすやつがでやってたんですよね。でこの上のボックスの公衆電話とか、今公衆電話もほとんどないじゃないですか。そうですね。この公衆電話見ても最近だなと思いますね。これ最近私たちこのやつ見るとすごいなって、もっと昔汚かったんですけど、ジーコジーコやってたんですけど、公衆電話もすごいなって思うじゃないですか。でこのポケ、私たちはスマホも何もなかったんですよ。でポケベルっていうのが出てきたんですよね。ポケベルっていうのはベルトのところに止めとくとピーピーピーってなって、ピーピーになると会社に電話しなくちゃいけないんですよ。
ポケベルがないときには一回会社が出てしまったらどんなにサボってても分かんない。だから世の中はみんなそうなので、みんな和気あいあいと適当にサボってた時代、あんまり言っちゃいけないけど、だからあまり過当強制が起こんなかったんです。なるほど、うん、ポケベルがあると呼び出されて電話しなくちゃいけないと、うん、どこどこの先生、あのお客さんが今呼んでますよって、監視管理、監視、そう、監視のそのうちが ポケベルだったんですね、うん。で次にはこのガラケーじゃんで言うと PHS みたいなね、うん、あの電話が出てきちゃったんですよ。もうこれ逃げられないですよね。木村さんどこにいるんですかって言ったら、いや今ゴルフしてますなんて言えないですよね。でそれからですね、やっぱ2000年ぐらいちょっと前からインターネットとか ブロードバンドということが出てきて、まあ、Gmail だとか Facebook だとか、まあ、iPad だとか iPhone、 これ iPhone だって2008年ですよね、うん、ここがちょっとずつ出てきたんですよ。ということで、どん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 来たくる LINE もですね、Instagram もそんなに古いもんじゃないんですよね。で、2016年に日本語版のワトフさんが出てきて、まあ、同じような時期に日本でも第4次産業革命。で、こう来た時に、このさっき言ってた第1次、第2次、第45年って、あっという間にこの30年ぐらいですごいスピードで変化があってるんですね。はい、でこれからは、もう、もっともっとすごい変化が、うん、やってくると思うので、これからどうなっていくんでしょうかということで、この今日2020年、ここ、ね、うん、で2030年皆さんこれどうなってると思いますかと。そうですよね、はい、もう本当に今日参加している方々のにとってもすごく大事な10年ですよね。ここから、いや、あのこの10年でこのやばさというこのスピード感のやばさということを認識して動いておかないと、皆さんももうこのグローバル企業で取り残されるとともに、日本の企業は今ちょっとそうなりつつあるんですよ、はい、ですね、うん、だから今この場でやっぱり皆さんこれ聞いている方々に頑張って、佐賀県日本を、まあ、いろんな意味でね、うん、盛り上げていただきたいとは思うんでね、うん、でこういうことで皆さんこの30年後ってすごいスピードで来ます、すごいスピードで来まして、海外の方の方々っていうのはもう人工知能の勉強から開発からっていうのはすごい勢いでやっていて、うん、世界中で競争してるわけですよね。でその中で今例えば人工知能とかこういうところに投資されてるのは、中国だったら3兆円ぐらい投資されていて、うん、アメリカだったら3000億円ぐらい投資されていて、うん、日本はっていうと300億円ぐらいしか投資されてないような状況の中で、うん、いや、あの単純にそうではないかもしれませんけども、本当に勝っていけるのかと、はい、取り残されないでいけるのかどうかと。そうですね、あとは人間の発想力と、うん、まあ、行動力、まあ、そういうところに行ってくるので、うん、今日のちょっと落としどころとしては、今日こう参加した人たちもですね、なんかそこら辺で活躍していただく必要があるのかなっていうところなんですね、うん、そうですね、はい、どうですね、すいません、それで今、すごいズバリの質問が来てるんですけれども、正直外国の方が AI 関連のことをするなら日本より外国の方がいいんでしょうかという質問が来てます。行かないでください。論文は、今うちの会社の方でも海外の最新論文を全部読ませて、うん、そこを引っ張ってきてネタとして、どういう次にどういうような、ビジネスをすればいいかっていうようなことを、すごい新しい、まあ、シーズっていうかネタ作りでやってるんですけど、うんうん、その論文を読んでネタを持ってくるのは日本でもできます。そうですね、そういうような最新論文は書くような、AI の研究をする人はやらせといて、そのネタを使ってビジネスとして、商売に持っていくっていうところは日本でもできるので、なるほどなるほど。やはりそのエンジンを使って日本でそれをどういうふうに形にするかっていうところはできるんですよね。なるほどなるほど。そういう挑戦っていうか、そういう挑戦は日本で勝負はできる。だからもしくはやっぱり海外に、最新のですね、人工知能の理論みたいなものでなんか作っていくって言ったら、まあでも東大のとかね、京大とかすごい先生方もいらっしゃるので、なんかその世界の中でも論文で特化しているような教室に行けば、世界でもまあ絶対負けてないところもあると思うんです。でもそこでやった基礎的な研究っていうのも日本でできるところもあるかもしれませんけども、まあ皆さんがこれからそういうところの人工知能の理論だとかものを作るのか、エンジンを作るのか、エンジンなどをある程度のものの、オープンソースみたいなものを持ってきて、うん、それをビジネスモデルにしてお金が稼げるようにするのか、うん、まあ、どこの段階の
仕事に携わりによって、うん、まあ、海外にいた方がいいのか日本でもできるのか、うん、で私たちは佐賀の企業でやってますけど、佐賀でも今最先端 の, あの AI の、まあ、サービスを提供できていると思います、まあ、一応そういう意味では日本でナンバーワンの、まあ、AI 関係のサービスを提供できているとは思うので、佐賀に行っても十分できると思うんですね。なるほど。AI に携わっていくっていうことで、人工知能を作る部分っていうのは、人工知能に関する基礎的基本的な研究発明をする、うんうん、でここら辺はね、まあ、東大京大、まあ、反対ともあるかもしれないし、そういうところの、ちょっと論文を当たってそこに行くっていうのも一つありますし、なければちょっと海外の方はちょっと一歩進んでるところもありますね、うん、これを実際にここをやるんだったらやるんだ、まあ、そうなるってことですね。そういうことになります。で次は、まあ、それを利用しながら今度エンジンを作っていくとか、うん、API のパーツを作る、さっきの音声で実装する側ってことですね、はい、で作るところの、まあ、1番2番というのは人工知能を作る部分、うん、こういうような仕事があります、うん、で、まあ、分かりませんけどやっぱ海外の方が進んでいるようなところがあったりして、まあ、特に Google だとかの GAFA っていうような、うん、Amazon っていうのはそこの会社だけで何千億円って投資してるの で, そ, うです、ね、そこに入れるんだったらそこへはもうでもそこに入るっていうのはかなりハードル高いわけですね。ね、なんか東大の院を出てその中でもすごく優秀な人が、そういう人たちが3000人ぐらい集まった中の1人ぐらいしか入れないと聞いてるんです。まあ、ないろんな流れがあるんですけど、新しい発想を思いついたら、うん、それで勝ちだと思うんですよ。今までにはなかった何か、そう、今までのやつのベースに、あ、じゃあこれが実現できないんだったら、強い AI を作るんだったら、うん、こういうようなアルゴリズムがあればいいんじゃないかっていうようなことを思いつけば勝ちなんで、うん、なるほど、そこですよね、うん、まあ、それには基本的ないろんな勉強しなくちゃいけないかもしれませんけど、全ては世の中やっぱ発想なんで、うん、次には人工知能を使う部分として業務を分析して、まあ、仕事のどこに人工知能を、うん、入れていくのかというか活用するのかということが、まあ、ちょっとビジネスモデルとして私たちがやっていて、これは誰でもできるんですよ、うん、これも発想力とか世の中のところよく知っていればいいんですけど、でそれによって人工知能を組み込んだ製品とかサービスを作る、これ私たちがやってるんですけどね、うん、あとはさっきからちょっと話してます、まあ、人工知能を賢くするための学習データを作ってトレーニングを置く、実はこの3番っていうのがすごく重要で、うんうん、ここら辺はですね、まあ、さっきのチャットボットとか他のシステムも含めて宇宙が日本で一番だと思っているので、うん、まあ、こういうところは佐賀で一緒にできていくと思う、できるんですが、うん、これが将来的には人間の手じゃなく、うん、人工知能ができるように、で今私たちもその実験をしてますけど、うん、でもやっぱり人間がちゃんと分かる人たちがこれ修正した方がすごくいいんですね、はい、うん、あとは、人工知能を利用した、まあ、今までないビジネスを作るというね、こういうようなところで皆さん働いていけるんじゃないかなっていう、ちょっとさっきのね、ご質問の中の答えになってくると思います。はい、